はい、今日は伊勢原の畑に来てます。はい、こちらは小松菜とサニーレタスです。小松菜は大きいのから収穫してます。草がいっぱい生えていますが、草が生えてるということは野菜もよく育つということです。こちらは水菜と菜花ですね。こちらは赤い水菜です。これはイチゴですね。イチゴで、隣がルッコラ、ルッコラですね。ここはエンドウを巻いてるんですけど、ちょっと霜で先っちょがやられてます。今日は氷点下まで下がったので、霜でやられてます。こちらはそら豆、そら豆は順調です。霜にも当たってますけど強いですね。でこっちの畝にも、エンドウを巻いてるんですけど、野沢菜と一緒に巻いてるので、霜にやられてません。で野沢菜がいい感じでエンドウの霜よけになってるみたいです。で野沢菜と混植したエンドウの方が生育状況もいいです。